米大リーグなリーグ優勝決定シリーズ第4戦メッツ2、10ドジャース、17日、米ニューヨーク州ニューヨークシティフィールド、ドジャース大谷翔平投手、30、が17日、日本時間18日、4戦戦勝のリーグ優勝決定シリーズ第4戦、敵地、メッツ戦に、1番、指名打者でフル出場し、 初回戦闘の1打席目に先頭打者本塁打を放つなど3打数1安打1打点、3死球4得点でチームの勝利に貢献し、先発した山本義信投手、26は5回途中4安打2失点、8奪三振と試合を作った、12安打10得点と猛攻を見せて、敵地で2連勝のドジャースは、 リーグ優勝決定シリーズ突破とワールドシリーズ進出へ大手をかけた。大谷のプレイボール直後の一打で一気に流れを引き寄せた。現地時間午後8時9分に気温12度の中始まった第4戦。先発左腕、金棚の2球目だった。98マイル、約146、1キロ、シンカーを捉えると、打球速度117、 8マイル、約189、6キロ、打球角度22度、飛距離422フィート、約128、6メートル、で宇宙間の敵軍ブルペンに飛び込んでいった。前日第3戦の5打席目から2打席連続弾は、ポストシーズン日本人初の先頭打者本塁打。試合開始直後にいきなり先制点をもたらした。 大谷は戦闘団に隠された秘密を試合後の会見でフレディ、フリーマンがレートショーはいいから早めに打ってくれと試合前に言われていたのでえってフレディに打ったよという感じの会話していましたと明かした。この日右足首捻座の影響で欠場となったフリーマンとの約束を果たして満足そうだった。 さらに4安打4打点と復調したベッツの活躍について問われると、ただ楽しいですね。類乗から見ても、常に状態が良さそうですし彼が打ったら得点する準備は僕自身は1塁からでも2塁からでも、常にヒットを打ったらホームに帰るつもりで努めたいなと思っています。この試合は2打席目から3打席連続で死球と勝負を避けらたが、 2番ベッツの活躍で1打席目から4打席連続でホームを踏んだ。